モントへの強烈な殺意から徐々に正気を失っていくムラガ。魔性具の圧倒的な力で大竜を瞬殺、ディオニス城を目指すことに。一方ディオニス城ではシュテルの暴走が始まっていた。まるで破滅を望むかのように敵味方構わずに向けられる狂気にも似た剣技。その切っ先の前についにモントが姿を現すのだが、ムラガの野郎、本当にリオニスへ向かったか。こうして見てもまだ信じられねえな。雷竜といえばゴーが屈指の忍びだぜ。それをたった一撃でぶっ殺しちまうなんて。ああ、ちょいとばかりムラガを舐めてたようだな。やべえって、マジで今のムラガに勝てるやつなんていねえって。とはいえ放っておけねえよな。おいおい、まさか報復するつもりかよ。まさかって、もう一度聞くけどよ、お前雷竜の相棒だよな。さあな、死人を相棒に持った覚えはねえな。白状だな、なあ。とはいえ確かにこのままにはしておけねえ。追うか。リオニスとホルンの連合軍をムラガたちだけで止められると思うか。俺はできる方にかけるぜ。ちゃ、俺たち3人で報復なんて無理じゃねえかよ。問題はサーダリーがどこにいるかだな、なあ。おいおい、サーダリー様を呼び捨てかよ。あは、やべえ。まあそういう俺もいつまでも教会に忠誠を誓ってるつもりはねえけどな。本当だろうな。ああ、サーダリーが可愛がってるのはつぶやき、ささやき、祈り、それにシュテルとかいうリオニスの若造だけだからな。そこに俺なんかが入り込む隙間があると思うか。お前も結構苦労してんだな、なあ。で、話を戻すが、サーダリーがリオニス城にいるとして、俺たちが参じなかったらどうなる？逃げたと思われるかもしれねえな。だがサーダリーがリオニス城にいなかったら？わざわざ俺たちが危険な目に遭う必要はない。どっちにしてもリオニスへ行く必要はありそうだな。仕方ねえな。サーダリー、そしてムラガがどう動くのか、そいつを見極めさせてもらうぜ、なあ。アバよ、雷竜、お前の分もうまいもん食ってやるから、それで勘弁してくれ。マシュリー。父上、よくぞ無事でいてくれた。爺様が守ってくれました。そうか。爺様の母上には何不自由のない生活を。ああ、保証する。
上。父上、傷が。また開きおったか。だが案ずることはない。お前と門徒殿の婚礼の儀までは生きる。どうした？まだご存じないのですか、兄上のことを。ダリオならば心配はいらぬぞ。アドラードがホルン城へ向かった。じき。まさか。はい。ホルン城近くで、すでに。そうか。モントは第一王子。リオニスを継ぐ運命にあります。諦めます。何を言い出すのだ、マシュリー。私がホルンを継ぎます。しかしいえ、もう良いのです。ムラガに嫁ぐことを決めた時に捨てましたから。己というものを。別れは済んだか。そんなことはさせない。突然。聞いてないの？一分隊で城内に突入したんだって、ロブ殿やホルン兵と。面白いじゃないか。面白い？ちょっとは心配しなよ。それは無理な話だぞ。ソシアは楽な戦ほどつまらないものはないっていうぐらいだからな。そういうこと。でもシテル様があんなことになったし、その上モント様にもしものことがあったら。そりゃまずいな。我が軍が不利となればラマダさんに危険が及ぶ。いや待てよ、勇壮と早急が一緒に戦っている今こそラマダさんに俺を知ってもらう絶好の機会。まったく、もうどうしてあんたたちは自分のことばっかりなのよ。いいじゃないか、戦う理由なんて。そういうこと。理由がなければ命を懸けて戦うなんてできっこないし。まあそうなんだけどね。よし、一丁人暴れするかな。おお、それならさ、もっとラマダさんの近くで暴れない？いいのか。私はそれを戦う理由にしようかな、なんて。いいね、バライドとラマダさんをくっつける。マジか、いや、いいとも思ったな、俺って。そうと決まったら、こいつらを急いで片付けるか。ラマダさん、待っててくれよ、今すぐ駆けつけますから。この辺りは片付いたな。
ってことは。ラマダさんのとこ行っちゃう？本当にいいのか？もちろん。訴求は向こうだな。はい、行くよ。緊張するな。ラマダさん、照れてないで早く出てきなさい。たく、何でかい声で叫んでんだよ。ギギ、この声はまさかババア？誰がババアだって？おいおい、俺が守りたいのはラマダさんで。わかってるって。リリッシュさんはお強いですから、ここはお任せいたしますわ。おほほほほ。さ、行くよ。待ちな。仲間が必死で戦ってんだ。見て見ぬふりはないだろう。見て見ぬふりだなんて、お邪魔かななんて思っただけで。仕方ない、まずは敵を始末しよう。はあ、そうだな。さすが強いな。てかさ、俺が守るまでもないのでは？そうかも。あら、あなたたち。ラマダさん、ババアの邪魔が入る前に行くよ。ここにいたんですね。ええ、ここが私の持ち場ですから。バライド、お元気そうですわね。え、俺のこと覚えてくれてたんですか？もちろんですわ。ここでいいとこ見せればきっとうまくいくって。あ、おお、頑張ってみるよ。何のお話？いえ、何でもないです。ラマダさん、俺が来たからには安心です。ラマダさんには指一本触れさせませんから。あら、心強いこと。期待してますわ。お、ちょうどいいとこに。よし、さあフェネスヘイども、狙うなら俺を狙え。アドラード様、申し訳ありませんでした。どうした？同盟破棄からの吸収とはいえ、私とレイシェスが言いながら。いや、仕方あるまい。
しかしダリオ様がお命を落とされるとはな。フェネスの軍勢を率いていたのはもしやメルニアです。やはりそうか。ねえ兄様、メルニアって誰？なんだ、知らんのか。暗殺を生業とする侍女ラネルを従える恐るべき女です。ムラガの側近中の側近なんて言われてますわね。ま、世間知らずのサリアじゃ知ってるわけもないか。何を喧嘩売ってるわけ？喧嘩になんかなるわけないでしょ。私があんたを一方的にみじん切りにするだけなんだから。ふーん、じゃあ試してみる。あんたがその刀を抜く前に黒焦げにしてやるんだから。二人ともやめておけ。しかし奥の手と言われるメルニアまで出てきたとはな。フェネスめ、ついに総力戦を挑んできたか。グラール、ホルン城が落城した後奴らがどこへ向かったのかは。いえ、それは。そうか。いや、無理もないな。地下牢に囚われていたのだから。申し訳ありません。テウスのフェネス城を我らだけで攻める手もあるかと思ったが、やはりロブ様に合流しムラガを撃つべきだな。そうと決まれば急ごう。あのメルニアが来とんじゃ。あ、申し訳ありません。何考えてたの？ いえ何も。とぼけたって私には分かってるんだけど。え、来とん、確かあんたと同じ西賀の里の忍びだったよね。今リオニスにいるわけ？はい。心配？ いえリンクス、正直に答えよ。え、メルニアを知っているのだな。はい。詳しく話せ。あいつは、メルニアは元は西賀の里にいました。いえ、メルニアだけではありません。次女のラネルも？はい。ラネルはメルニアに陶酔しており、まるで奴の操り人形のように動きます。それで西賀の里は滅ぼされるところでした。内紛があったってこと？ええ、二人は里を追放されフェネスに流れ着いたのでしょう。なるほどな。あの二人がいたからこそゴーガとの均衡は保たれていました。メルニアたちが去ったために西賀とゴーガは争うことになったわけか。メルニアは忍びという存在を嫌悪しています。未だにメルニアはお前やキトンの命を狙っていると。わかった、では先に行け。一度しか言わんぞ。リオニス城へ急げ。キトンとリオニス勢に告げろ。メルニアに気をつけろ。我らも急ぐぞ。
強くなったな、モント。守るものが増えた。だから。そうか。もう元に戻るつもりはないのだな。くどい。何度言わせる。俺は血塗られた道しか歩けぬ。それが宿命なのだから。捨てる。この手で殺したはずなのに。それでもなお、あの男のことを考えるだけで力が湧き上がってくる。あの男の作った全てをぶち壊してやりたい。この国を、この城を、そしてモント、お前を、俺自身を。その黄金の甲冑がそうさせるのか。いや、違う。こんなものがなくとも、いずれはこうなっていた。だから。俺は覚悟ができている。覚悟ができているのは君だけじゃない。気が進まないけどよ、愛する女のためだ。助太刀いたします。やったか。いや。笑ってやがる。俺の目は節穴だったか。強がりやがって。いや、ステルの言う通りだ。どういうことだ。今のステルとは戦えない。何言ってやがる。ここで戦わなきゃマシュリーはどうなるんだよ。やめるんだカミンロ。お前までシュテル様を倒したとしても、その後どうする。シュテルさえ倒せば、あとは烏合の衆だろう。そうかな。シュテル、君は言った。正々堂々来いと。マシュリーたちを陣へと送り届けた後、決着をつけよう。僕は逃げも隠れもしない。いいだろう。すべてのしがらみから解放されたお前を倒すのは意味がない。どういうことだ。こやつらを逃がそうというのか。そうか。やはり貴様はリオニスの人間。血を分けた兄弟には非常にはなれないというわけか。全員邪魔だ。そいつらを残らず引き上げさせろ。そして戻ってこい。城の前で待つ。わかった。日が落ちる前に戻ってくる。ああ。
捨てるだろう。ひどい傷です。手だれ三人を相手にすればこうなることは避けられない。衛生兵を呼べ。この傷を完全に癒してから城の前で待つ。奴は来る。必ず。